オーストラリアのゴンドアナタウリン群はユネスコの世界遺産に登録されているオーストラリアのクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の一部に広がる自然保護地域の総称である。当初、1986年にはオーストラリア東海岸の温帯及びアネッタイウリン公園の名称で登録されていたが、1994年の 登録地域拡大に伴って、オーストラリアの中東部のタウリン保護区軍に変更。さらに2007年に、現在の登録名称となった。34の自然保護地域などを抱える、この遺産は、年間のべ200万人が訪れる。広大な地域を抱え保護地域ごとに違った種類のタウリンを見せる。希少な植物は200種以上抱え、動物もヒメワオンバットや、 アルバートココドリなどの非常に珍しい動物も多種、抱える。また、オーストラリア大陸が他の大陸から分離する前の痕跡なども残す貴重な遺産でもある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。レインフォレスツ・オブ・オーストラリア。ありがとうございます。